どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが6月17日土曜日の試合終了後です。タイガースは本日ホークスと戦いましたが、結果4対6の逆転負け、9回3点取られてタイガースが敗れるという形になりました。いや、連日ショッキングな負けが続いていますが、 やはり今日の試合、大竹投手の12球団勝利が消えてしまった、まあこれですよね。まあただ今日の試合、9回逆転許してしまった流れね、その前に2つポイントがあったんじゃないかなということで、まあ、普段の動画よりも少し、もしかしたら短くなるかもしれませんが、よかったら最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では早速お話をしていきますが、やはり今日の試合見ていく中で、振り返っていかなければいけないのが、先発大竹投手のピッチングでしょう。まあ本当に大竹投手、よく投げてくれましたよ。ついに来たフルスホークス戦、なぜか僕まで緊張してました。 大竹投手自身は冷静に意識はないと普通にチームの勝利に貢献したいこのように話をしていましたが少なからず思うところはあるでしょうだからこそ我々タイガースファンはタイガース大竹幸太郎を全力で応援するのみ、まあ、ホークスから移籍してきて、まあ、様々な流れというのがありましたがそういったものを全て背負ってのこのホークス戦 結果、大竹投手の投球ですが、6回97球。まあ、玉数用したものの、被安打4本7奪三振。与えたフォアボール1の、自責0の1失点ですからね。もうあっぱれでしょまあ、本当に大竹投手、前回登板のファイターズ戦からよく修正してくれましたよ。まあ、自分自身の得意球チェンジアップ。まあ、しっかりこれを使いながら、ストレートでもガンガン押して、カットボールのキレが良かったですね。 ま、その中でホークス、ほんと左バッター多いんですけれども、まあ、そういったバッターたちにアウトコース、インコース、ガンガンついて、6回無失点。まあ、ほんと大竹投手の投球あっぱれ、もうこの一言です。そして打線に関しては、なんとか4点取ったんですよね。まあ、2回に関しては、先頭、大山選手のフォアボールを起点として、女房役坂本選手のセーフティースクイズ。まあ、これが結果内野安打になりましたが、大竹投手が5月の月間 MVP 獲得した際、坂本選手の凄さを伝えたいんですと、まあ、このように話をしていましたが、試合序盤、バッテリーで試合を作っていく。そして4回 そうです大山選手のツーベース、これがまた起点となって、坂本選手が三塁線破るタイムリーツーベース、そして近本選手も二点タイムリーということで、まあ、この時点でもうタイガースの勢い来てたんですよね。まあ、エラー絡みでね、1失点というのがあったものの、大竹投手しっかり投げてくれて、6回終了時点で4対1、タイガースが3点リードしてました。ただそこからの流れ、タイガースは左ピッチャーで繋いでいく、まあ、そういう形を取ったんですね。で、7回マウンドに上がった及川投手なんですが、左バッターポンポンと、二人しっかり取るところまでは良かったんですよ。 ただ右バッター、甲選手にフォアボールを与えて、代打野村選手、ストレートが甘く入りましたね。これ、ツーランホームラン浴びたんですが、このホームラン同行ううよりも、やはりその前のフォアボール、これが岡田監督が一番嫌う流れかなっていう風に感じますね。タイガースは今シーズン、フォアボールからね、得点につなげる、2回の大山選手のフォアボールからもそうでしたが、逆にそういった得点パターンがある以上、逆にタイガースのピッチャー陣はそれをさせない。岡田監督もこれを徹底している流れだとは思うんですが、ツーアウトからのフォアボール、そして甘く入って避難。 これが一つね、逆転に繋がってしまう痛い流れになったかなというふうには感じます。横、ま、川、あ、投手もこれまでずっといい投球続いてましたからね、まあ、今日のホームラン云々だけで、まあ、どうこう言えないかなっていうところはあるんですけれども、まあ、岡田監督からすれば、まあ、ここが言及ポイントになるんじゃないかなと。で、8回の岩沢投手は本当よかったんですね。で、9回の岩崎投手ですよ。まあ、岩崎投手もラスト1球というところまでいきました。まあ、本当に今日もね、しっかり低めに投げていて、いいボールがずっと続いてるなというところ、えー、中村晃選手にレフトへのタイムリーツーベース。これ一塁ランナーまで帰ってしま まあ9回のね岩佐投手が打たれるというところもそうですしでそれに代わる形でまたね岩崎投手が守護神に戻って、えー、今日のこの逆転負けですからもう正直ダメージはかなりあります。 ね、本当にこれはチーム全体もそうですし、えー、我々タイガースファンもそうでしょう。で、その後に投げた石井投手もね、えー、右バッターなんとか抑えてくれということで、今宮選手に相対しましたが、その今宮選手にタイムリーヒット。まあ、この流れでなかなかすぐにワンアウト取ってこいっていうのは、正直難しかったと思いますよ。で、この逆転になってしまった9回前の8回裏の攻撃ですね。ノーアウトランナー2塁で佐藤選手がツーベース打って、小野寺選手の送りバント。この小野寺選手にバントを指示したことに関して、SNS で様々ね、意見が上がったりもしていますが、このバント指示 に関しては僕は僕間違いではなななななかかかっったたんんじゃないいと、まあ、ノーーーーアアウウトトラランンンナナ2ららして3にろんな得点パターン生まれまれすからねですのでここはなんとか小野寺選手に決めてほしいところだったんですが小野寺選手が決めきれずで結局この回無得点で9回3点取られてしまうという流れだったんですね、まあ、タイガースも3点取っていこう大きなチャンスというのがやってこなくて一番大きなチャンスが8回ノーアウトランナー2塁の流れだったでそこを逃してしまって9回取られたということで、まあ、2つのポイントを挙げるとすれば及川投手が2アウトから与えたフォア ボールそして小野寺選手のバント失敗、まあ、これ、小野寺選手一人にね、まあ、背負わせる展開では決してないとは思いますけれども、まあ、どこかポイントを上げるとすれば、まあ、そして岡田監督が言及するとすればね、この辺のポイントになるんじゃないかなと、まあ、岡田監督は交流戦入ってなかなかバントが決まらんのやと、まあ、こういうコメントも出していましたが、まあ、こういった流れが一つね、交流戦に入ってのタイガースの流れを物語っているのかなというふうに感じます。今日タイガースは敗れたことによって、交流戦巻き越し決定、ただそうは言ってもまだ残り1試合ありますからね、明日の先発は再起投手です。まあ やることやって前みたいにピンチになってもしっかり抑えられるようにいい投球できればいいかなと思いますとこのようにコメントを出していますまあ、正直今日の負け厳しいですようん僕自身も結構えダメージ大きいというかねもうほんとガクッとえ来てしまった部分ではありますまあ、9回もほんとポンポンとね対火圧の攻撃3人で終わってしまってうん逆転できる空気ではないなという風に感じたんですけれどもそれでも僕は諦めませんよ本当にね うんまあ、交流戦は負け越しという形でちょっとタイガースの勢いが止まってしまう流れにはなってるんですけれどもそれでも僕は最後の最後タイガースがトップに立ってるということを信じてねこの阪神情報局運営し続けていきたいなというふうに思っております。 もう本当にタイガースという媒体のおかげで、えー、僕自身は何の力もなくて、えー、たくさん見ていただける方のおかげでねここまでチャンネルも育つことができましたもちろんまだまだ発展途上のチャンネルではありますけれどもすべ、えー、ての試合を振り返っていってそれはこういう山あり谷ありありますよ うんまあ、今が本当に厳しいところというか、えー、中継ぎ運用もね、かなり大変なところではあるんですけれども、それでも、最後、タイガースがトップに立っているということを信じて、もう今シーズンは絶対ね、143試合を振り返るんだと、去年ちょっとコロナで2試合振り返ることができなかったりというのもあったんで、今年は絶対やりたいというところでね、今はちょっと苦しい時期に入っておりますが、よかったら、僕と一緒に最後まで走っていただけると嬉しいです。まだタイガース、なんと言っても首位ですからね。 まあ今はチーム状況的には苦しいところかもしれませんが、いかんせん周囲に立ってます。ですので、諦めるっていう言葉は変かもしれませんが、まだまだこれからタイガース、上げてくれるんじゃないかなと。まあ岡田監督も8月9月、まあ、このあたりが一番強いチームになってるんじゃないか、まあこういうコメントも出していたんで、それぞれの選手の成長に必要な時間だと思って、僕は今のタイガースを見ていきたいなというふうに思っています。まあこれから一体どういう戦い待ってるか注目していきましょう。皆さんは今日の試合、どのように感じましたでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が、 さんの参考にになれば非常に嬉しいですこの動画が面白かったためになったと思っていただけた方はよかったらチャンネル登録グッドボタン押していただけると嬉しいです皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者4万3600人突破いつもありがとうございます皆さんのご視聴コメント高評価チャンネル登録が励みになってます次は見せチャンネル登録者4万4000人ということで今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたしますではまた次の動画でお会いいたしましょう毎日トラホーありがとうございました 交流戦残り1試合、まずこれ勝ちましょう。そしてリーグ戦再開に向けていい形作りましょう。みんなで応援していきましょう。ではまた。